ホウジロは、スズメモクホウジロ郎かウジロ族に分類される鳥類の一種。東アジアに広く分布し、顔の模様とさえずりが特徴的な小鳥である。シベリア南部、中国から沿海地方、朝鮮半島、日本まで東アジアに広く分布する。日本では、種ヶ島、薬島から北海道まで分布し、身近な野鳥の一つである。基本的に、 長距離の渡りはしない友情だが、北海道などの寒冷地では、夏鳥としてトライ繁殖し、冬季は団地や南方へ移動する。成長は全長17センチメートルほどでスズメとほぼ同じ大きさだが、お歯が長い分だけ大きく見える。翼海蝶が約24センチメートル。成長の顔は喉、頬、眉藩が白く目立ち、頬ジロの和名はここに由来する。 一方、頭、下眼線、学線は褐色で、先の白色部と互い違いの帯模様のように見える。オスは下眼線が黒いが、メスは褐色なのでよく観察すると区別がつく。メスの方がオスよりも全体に色が淡い。幼鳥は顔の色分けが不鮮明で全体的に淡褐色をしている。くちばしは短く太い円錐型をしている。頭頂部は、 褐色と黒の羽毛が混じり、短い関羽がある。首から、下は全体的に赤褐色だが、背中には黒い縦縞があり、翼の風切り葉は褐色に縁取られた黒色である。また、尾ハの両外縁2枚は白く、飛翔時に尾ハを広げるとよく目立つ。平地や丘陵地の森林周辺、農耕地、草原、荒れ地、果樹園、河原など、明るく開けた場所に生息する。 主に地上や低い木の枝で活動し、竹の高い草の茂みに潜むことがあるが、高木の小杖にはほとんど行かない。単独、または数羽ほどの小さな群れで行動する。植生は雑誌植生で、繁殖期には昆虫類、秋から冬には植物の種子を食べる。繁殖期は日本では4の7月。低木の枝や地上に枯れ草を組んで、湾状の巣を作り。 一度に3から5個前後の卵を産む。畑の背の高い作物の間に映像することもある。卵は白色で黒か四色の反転や曲線模様がある。また、格好に格乱されることがある。放卵期間は約11日でメスが放卵する。ヒナは約11日で巣立ちするが、その後も親から給仕を受け、約1ヶ月で親から独立する。 春になると、オスは、草木の上に止まってさえずる。地域や個体による差があるが、さえずりの節回しは独特で、ピッピチュピーチューピリチュリチューなどと聞こえる。この鳴き声の聞きなしとして、一筆形状思考、原平筒子、白筒じなどが知られている。以下の亜種に分類されている。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。個体数は、安定している。 日本では千葉県でレッドリストの養保護生物、埼玉県で地帯別器具の指定を受けている。日本では多数の自治体の鳥に指定されている。また合併前に指定されていた。ありがとうございます。